はい、じゃあよろしくお願いします。YouTube 来てくれました。また肩こりらしいんで、はい、非常にやりがいがあります。これあのね、肩こり専用の開けまして、どこが一番ずれたかと思います。肩と首ですね。王道ですね。ちょっとやっぱり肩が前に出ちゃうんですね。そうですね、猫背ですよね。そしてやっぱりこの辺がやっぱり辛いんですよね。はい、口に違う。やばい、これやばいですね。やばいです。これ調子悪いですよね、この方ね。あと反対側行きます。これやると反転とか。なんか板が入ってるちょっと痛いかもしれないですけど、広げながら、ここにも肩甲骨があるので周りの筋肉をほぐして、後ろをちょっと柔らかくしてくれる張りを、
からやって最後9月からすごいですね。すごいですか。これね、リンパ流れてないですよ。鎖骨のこれ、これ、これ、はい、何ですか、この、なんか硬い骨が、これ、これ骨じゃないですか、これ筋肉ですか、はい、ちょっと食っていきますよ、かけ大丈夫ですか、はい、you
のこれ、うつ伏せで出てる。思い出話なんか話してるんですけど、ね、金魚すくいで何匹すくったとかそういう話ですね、よくわかんないなんでですね、まあ、なければマジっすか、いいっすねどこだよ、あいいっすね、あとこっちの方ですか、なんかで海岸が2つありますよね、あ、はい、両方行きました、あ、両方行ったんですか、はい、いいっすね、午前中は東で、なるほど、西見たで、帰りにしらすの卵、それはあんまり分かんない、あ、分かるっす、しらすの卵、海の家で軽く食べたくない、よく海の家で軽く食べたくない、その海岸で上にトンビが飛んでるんですけど、後ろからバーンって来るから、そうそうそう、私知らなくて、そうそう、知らないで、ね、本当に駆られるんですよ、俺もマックのハンバーグから知らないで駆ったらバーンって、その後にラジオなんか放送でなんかトミーには注意してくれないで、もっと早く聞かせてくれる、だからなんかね、看板にもね、よく見ると注意書きで書いてある、あ、そうなの、そうそうそう、もうパンパン、
こうなんかね、こう繋がってだから顎とかを経由してるから多分なんかその神経に作用するじゃないかこの辺で仕事してる人ですか。いや、スペース館さんに学生なんですけど。おお、なるほど。インターンとかで、じゃあ今日たまたま。はい、たまたまちょっとこの後の話があって。それでこう来て、はい、くれたって。はい、あ、今日土曜日だから、ね、言ってるかなと思って。来たかったですよね。え、いつか来たかったんで、はい、来てよかったです。もう言ってもらえるだけでやったかい、やってた甲斐が本当ね、やっとね、あの最近認知されるようになってそういう人が増えました。あの絵は別にほら面白いことやってないじゃないですか。あの行って罰ゲームしたりとか何かチャレンジしてるわけじゃないので、そう面白いことやってないんですけど、さんがこうやってね、人の肩を踏んでるだけでもそうやって来てくれるっていうことだったらすごく嬉しいです。やっててよかったです。これからもね、あのとにかくハロウィンの時代まで、あの全然ね、外できると思う。過ぎちゃうとね、寒くなっちゃう。なんかこれマッサージの動画は撮れて今度上げていこうすごいなぁ。で、しかも深いところに行くし、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 
氷が表面が少し溶けてきたような、そんな感じ。全部溶けてあげない全部溶けてあげない、ね、あと1時間ぐらいですか。あと1時間ぐらいあれば電子レンジ持ってもよかった。思いますね。上の筋肉が
これがあのこう脇取って前の方にこうついてるんですよ。だからとても硬いのが全体的になる、まあ、どっちが先か分かんないですけど、まあ、とにかく、まあ、あんまりいいことないですよね。イベントが始まりました。ジャズっぽくないですか？さすが渋谷、なんでもない。
また話し出すんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。どうも。